い。うちの娘が、わかりました。ちょっとあなた、一体何をやったのよ。ちょっと勝手に入ってこないでよ。急に何の話？今警察から電話があったわよ。あなたが TikTok に載せた動画のことで話を聞きたいから署まで来てくれって。あ、 TikTok の動画ってまさかあの、やばい、どうしよう。しまゆうのアトリエ。バイトダンスが運営する動画に特化したソーシャルネットワーキングサービス TikTok。 コンテンツ最大の魅力は短尺の動画のシェアに特化していることだ。ユーザーは主に10代から20代の若年層が多い。楽曲に合わせて歌ったり踊ったりしている姿を投稿するユーザーもいれば、化粧の方法を紹介する動画、おすすめの商品を紹介する動画など、主にエンタメ中心の動画を投稿するユーザーが多い印象だ。最近では TikTok を本気でしている若者も多く存在する。日本国内であれば70万フォローで国内ランキング50位に入れるという、なんとも厳しい争いになっているのは明確であろう。こういった巨大コンテンツの中でどうしても有名になりたいと思う若者は年々増加している傾向にある。おばちゃん、コンビニでご飯買ってあげるよ。本当かい？ありがとう。ちょっと待って、行かないで。食事代は払ってくれると言ったじゃないか。美容院行くから。美容院遅刻しちゃうから。ねえ、騙したのかい？ちょっと2023年1月、名古屋市内で生活しているとされるホームレスの中年女性をからかう動画が拡散。投稿者である10代の少女たちはホームレス女性に対して食べ物をおごってあげると申し出た。しかし会計の直前になると急に店から逃亡を図ったのだ。そう、ホームレス女性は完全に置き去りになってしまった。お金を持っていなかったホームレス女性は支払いをすることができず商品を戻しに行った。店外では少女たちが爆笑している声が鳴り響いた。この動画はすぐに拡散された。こんなことして何が楽しいの？人間の汚いところが全部詰まってる。自分の承認欲求のためにホームレスを利用するなんて。閲覧数を上げるためにわざと煽ってる。人間扱いとは程遠いな。拡散された動画は悪質な嫌がらせ行為として批判が集まっている。さらに口に含んだ飲み物を吹きかける動画や、若い男性が女性の前で過激なダンスをする動画など、悪質な嫌がらせは次々と出てくるのだ。しかも嫌がらせを受けているホームレス女性は同じ人物で、どうやら名古屋の若年層の間では有名人のようだ。一体なぜ特定のホームレスの女性が標的になってしまっているのだろうか。おばちゃん、お釣りもらえる？もうええ。いや、こっちがもらってないから。私がもらったんじゃ。いや違うよ、これは買ってあげるからお釣りは返してねって。ええから黙っとけ。実はこのホームレスの女性は過去に TikToker の男性から何度かご飯をおごってもらっていたそうだ。その動画でのホームレス女性の対応が面白く有名になったことで TikTok の若者から標的になってしまったようだ。 TikTok という巨大コンテンツを利用し大勢からの注目を得るためにホームレス女性を利用したのだ。しかしこういった悪行には終わりが来る。そう、先日ついにこのホームレス女性への嫌がらせについて新たな動きがあった。続いてのニュースです。今年1月、路上生活者に嫌がらせをする動画を投稿した10代の少女2人が書類送検されたことが分かりました。2人は容疑を認めた上で、路上生活者を撮影した動画を投稿して自分の SNS をバズらせたかった、自分のフォロワーが増えると思ったなどと供述しています。動画が投稿されてから約2ヶ月が経過した3月14日、建造物侵入の疑いで10代半ばの少女2人が書類送検されたことが判明した。動画が SNS 上で拡散され問題になったことで警察が2人を特定し書類送検に至ったと報じられている。2人には路上生活者に嫌がらせをする目的でコンビニエンスストアに入店したとして建造物侵入の疑いがかかっている。2人は容疑を認めた上で自分の SNS をバズらせたかったからなどと話しているそうだ。
等々書類送検にまで至った TikTok の嫌がらせ動画。今まで放置されていたホームレスの TikTok 問題だが、なぜ急に対応されたのだろうか。 TikTok でホームレスの女性に嫌がらせをした動画を投稿した10代の少女2人が書類送検されることになりましたよね。他にも似たような迷惑動画がある中で、なぜ今回は書類送検になったのでしょうか。そうですね、今回は場所がコンビニということもあり、商品を買う気がないのに入店し店内で迷惑行為をしたということで、客ではないと判断され、建造物侵入の疑いで書類送検されることになったのでしょう。複数あるホームレスへの迷惑動画の中で、なぜ今回の件が書類送検されたのか。それは商品を買う気がないのに嫌がらせ目的で入店したからであろうということだ。最近はこういった迷惑動画に対して警察も厳しい姿勢で対応しており、飲食店での迷惑動画で逮捕者が出た事件も記憶に新しい。このように迷惑動画に対して厳しい対処がなされ、模倣犯がいなくなってくれることを願うばかりだが、そんな昨今の迷惑動画についてアベマでも討論番組が行われた。ホームレス女性への嫌がらせ動画が話題となっていますが、そのことについてどう思われますか。いや、彼女は仲間だからひどすぎて涙が出ますね。同じホームレスが全国にいっぱいいると思うんだけど、ひょっとしたら明日は我が身かもわからない。こういうことをなんでできるんだろうといつも思いますね。そうですよね。ナムさんはこれまでにそういった被害に遭われたことはありますか。ええ、ありますよ。火のついたタバコを投げつけられるとか、酔っ払いが段ボールを蹴飛ばして壊していくとかね。それから私のファンだという人が来て、一緒に飲みませんかと言ってきたんですが、撮影の用事があるからと断ったら逆切れして15分ぐらい追い回されて、その時は結局警察に逃げ込んで保護してもらいましたね。少し前には迷惑系 YouTuber が再生回数目当てに様々な動画を上げていたが、TikTok などが主流になった今の変化と影響についてアベマプライムで議論が行われた。ホームレス YouTuber のナムさんは登録者約40万人の人気 YouTuber で、ホームレスが大富豪になるまでというチャンネルではマイペースで穏やかな姿から多くの支持を集めている。そんなナムさんはホームレスの実情について語り、今回の事件も一言ではないと言っている。また今回の事件についてネットメディア論の専門家はこう分析する。おそらく本人たちには危害を加えているという意識はないんでしょうね。日本のいじめでいじるという言葉がありますが、まさにそれをすることで再生回数を増やしたりフォロワーを伸ばしている感覚なんでしょう。なるほど、悪気なく面白半分でやってしまっているということですね。また今回の TikToker と似たような迷惑系 YouTuber も多くいますが、その違いは何だと思いますか。 YouTuber はお金儲けしたいという人が結構いたのに対して、 TikTok は基本的に広告での収益化はないんです。それにもかかわらずこうした行為をしているのは、特に今の若者世代を中心にお金よりもいいねや再生回数の方が価値観の上位に来ているってことなんじゃないですかね。 TikTok はショート動画なので、より投稿のハードルが低いこともありますし。では自らの承認欲求のためにやっている人が多いということでしょうか。そうですね、承認欲求が強い人はポジティブに目立つことができれば満たされますが、今回のようにネガティブなことで目立とうとする人も結構います。特に SNS が普及し、誰でも簡単に動画を投稿できるようになったことで、承認欲求ははるかに満たしやすくなりました。今回の件も自分もこれで目立とうと似たような動画を撮影投稿するということが行われていましたよね。負の連鎖は簡単に生まれてしまうので、目立ち方を教えるのはとても大事なことだと思います。ホームレス女性に対して嫌がらせを行っているアカウントは複数あると見られている。それに対してネットメディア論が専門の山口真一国際大学グローコム准教授は、嫌がらせを行っている本人たちに危害を加えているという感覚はなく、いじっているという感覚なのだろうとの見方を示す。また若者の間ではお金のためではなく、いいねや再生回数が価値観の上位に来ており、そのためにこういった嫌がらせ動画を撮るのだろうと分析した。こういった承認欲求のためにネガティブなことで目立とうとする人もいるのだという。昔アメリカでカーチェイスを生中継したために
テレビに出るチャンスだ、俺大スターじゃんと勘違いする模倣犯が出ました。それをやめようということで、最近は銃の乱射事件を起こした人の顔や名前を報道しません。乱射事件を起こして有名になる手段はないという意思表示の動きもありますよね。アメリカではこういったネガティブな目立ち方で承認欲求を得られないようにするため、あえて事件を起こした人の顔や名前を報道しないという動きもあるのだそうだ。ホームレスの女性に対して嫌がらせをした動画を投稿した10代の少女、現在書類送検されており、今後の動向が気になるところだ。メディアは今回のようにホームレスの方の尊厳を踏みにじった少女を最後まで追いかけて、こうなるんだということを伝えることで、今後のネガティブなことで目立とうとする人たちの抑止力となるのではないだろうか。